7月17日日曜日、今日はモスクワ市内をブラッとツーリングしてみたいと思います。エンジンオイルも買いたいけれども、何しろロシア国内はお金が制限されているので、オイル買っちゃうと正直先が不安です。だから一応エンジンオイル探しつつ、値段によっては買わずにフィンランド入ってからオイル交換をしたいかなって思います。前回オイル交換したのはアスタナ、カザフスタンのアスタナ、その時の走行距離が1万9000キロだったので、もう今2万2500キロ、3500キロ走ってます。ちょうどオイル交換してもいいタイミングなんだけど、さっき言ったようにお金のことがあるからちょっと様子見ていきたいと思います。そしてグローブ忘れました今日、気をつけていきたいと思います。モスクワには環状線が何本かあるみたいで、今走ってるこの環状線は中くらいの環状線です。名前の通りはサボディエコーリッチョかな、なんかそんな名前です。道はすごく綺麗だし、建物も綺麗、人も車もたくさんいて、人々は買い物したり食事したりお酒飲んだり散歩したり、本当に至って普通に見えます。普通っていうのは何なんだかわからないけど、何か変わったのかな。2月から2月前と後ではこの辺も何か変わったんでしょうか。観光客がいなくなったとかそれぐらいなのかな。カードが使えなくなった、それぐらいなんでしょうか。わからないです。とにかく街並みはとても綺麗、芸術的な建物、建物の、ユニクロだ。ユニクロやってんのかな。なんだろう、のぼりが立っててお祭りでもやってんのかな。車は今目の前にはベンツ、あとこれ左のは多分キアかヒュンダイ、これフォード、ヒュンダイとかキア、あとはフォルクスワーゲンの車が目立ちます。で時々ベンツやトヨタ、フォード、マツダ、日産もある。あれ日産だ。で右前に見えてる黄色いのはタクシー、タクシーは全部黄色いと思います。ウーバーとかヤンデックスっていう会社なのかな、なんかステッカーが貼ってある、ほらこれヤンデックスタクシー、あとたまにスコーダっていうのかな、 SKODA っていうメーカーの車が走ってたりとか、あれトヨタのカムリだ、あの左前の黄色いの。カムリはキルギスでもカザフスタンでも結構カムリが多くて、もしかしたらカムリは一つのステータスなのかな。
アーリーかな。警察。あの右前に見えてるとんがり帽子の建物が、火山スキー駅かな。火山スキー。ああ右行っちゃうんだ。これまっすぐ行きたかったのに、まっすぐ行きたかったのに、ああもう目の前だったのにな。あ宿は駅、あっちも駅、なんかこの辺は3つ4つ駅が集合してるところみたいです。あ路面電車トラムっていうの、あれプロヤロヤロスラブスキー、ヤロスラブスキー駅かな、ボクザル。はい、宿到着。よし。